はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。5時半をちょいと回りました。ちょっとですね、お堅い話、中国に関するお堅い話をするんですけどもですね、今月ですね、7月の15日からですね、18日前と言われてますけども、中国でですね、大変重要な会議が行われます。会議というてもね、会議ちゃうんですよ。話し合ってけんけんがくがくの議論はしません。単純にですね、習近平がとその周辺の連中が考えたですね、これからのですね、中国の経済の方針を発表してですね、それをですね、説明して、でみんなで、よっしゃ分かった、これで行こうなって言って、はいって終わるシャンシャン総会みたいなもんなんですけどもですね、それが開かれます。でそこでですね、決定されたことというのはですね、これからの中国の経済の方針を決めるわけですから、割合重要なんですね。三中総会と言いましてですね、これはですね、何の略かと言いますとですね、中央委員会第3回総会というわけです。第3回って何っていうの、要は、7回あるらしいんですよ。中国共産党の中央委員っていうのは、言ってみりゃ日本でいいや、国会みたいな内閣みたいなもんでしてですね、何百人っているんですよ。何百人っているので、全国から集まってくるわけですけども、その中央委員っていうのが、共産党の一番トップのあれなんですね、機関なわけですね。で、そこで決まったことをですね、全国つづ裏で実行していけというわけなんですけども。で、中央委員会の第3回総会。3回というのはどういうことかというと、5年間任期あるんですね、中央委員というのは。中国は5年周期なんですよ。5年周期でですね、ずっと回っているんですね。で、新しい習近平の3期目がですね、発足したのがですね、2022年の10月かなに3期目が始まったんですね。で、本来ならその1年経過した2023、去年の11月頃にが本来その第1回、第2回、第3回を去年の11月頃にやってなあかんかったんですよ。ところが、いつまでたってもこれが開かれない。どうしたん？どうしたん？どうしたん？っていうのは言うでしょう。要は、あまりに経済が混乱して、要はバブル崩壊して、もうぐちゃぐちゃになってるでしょ、今、中国の経済って。で、そのぐちゃぐちゃになった中でですね、その中でこうどうするのかというのをですね、決められなかったんですね。で、なんか現実とあんまり合わないことを言うとですね、何それみたいになるでしょ。だから、まず現実を把握するのに時間かかったんじゃないのかと。その次に方針示すのに時間があったんじゃないのかということで、本来去年の11月頃なのはずれて、今月になったと。約8ヶ月の遅れということになりますね。9ヶ月かな。9ヶ月の遅れということになります。で、今回開かれまして、そこで多分ですね、何かしらのですね、経済の方針というものが発表されます。中国今急速に社会主義の計画経済に戻りつつあるんでですね、この三中総会で発表された経済の方針というのはですね、今後の経済運営の基本骨格になるわけですね。どうやっていくんや、こうやっていくんやということが書かれているわけであって。だからですね、世界中から注目を浴びているわけです。どんな方針を示されるかというと、あっと驚くようなことは何もないと思うんですよ。ただ、今ですね、共産党の偉い連中がですね、主に習近平ですけど、今の経済についてどう考えているんだ、どう捉えていて、今後はどうやっていくんだという方針がわかるんで、ですね、注目されてるわけです。私は中国の専門家でも何でもないし、中国語を読めません。そんな小難しいことは言わません。簡単なことは言わませんね。なんで、そんなもう読む気もないですよ、全然読む気もないし。自分で自動翻訳しようと思わない。自動翻訳ってね、あれいいんですけどね、困った時にね、原文当たらなあかんでしょ。だから僕、英文やったら原文当たれるんですけど、中国やったら原文当たってもね、なんかこれ、ニュアンスがわからんっていうのが多いんですよ。意味はわかるんですけどね。だからですね、やりません。もうそんなもん先生がいっぱいいるんや、もう専門の、じーっと待ってんねん。誰かなんか言うてくれへんかなと思って。
もうだってあの近藤大輔先生とか福島香織先生とかですね、遠藤誉先生とかですね、あの辺を私は注目してるんです。長谷川幸宏先生とかあの辺はもう難なく中国語を読みこなしますからね。とはあと関平先生とかね、で特に関平先生なんか元が中国人なんでですね、やっぱりその発想が鋭いわけですね。で多分だから15から18で終わってでですね、先生方原稿を書き始めてですね、23日か24日頃には鋭い論考が出てくるはずなんです。それを待って、そうな、ふーんって言って、僕は、あかんで、これは、とかですね、もう、もしかして習近平は何も分かっとらへんで、とかですね、そういう話ができるかと思います。ちょっとだけワクワクしますね。中国という国は、まあ、共産党が支配してるんですけど、もう会議って結構重要なんですよ。いや、話し合いはしませんよ。さっき言ったように、議論もしませんよ。まあ、議論めいたことはやってるふりをするんですけども、ですね、基本的にも決まってるんですよ。こう発表することは。まあ、それを周知するみたいな、まあ、儀式ですね。儀式みたいなもんです。やっぱりそれがね、彼らのですね、きちんとした手続きを経てるっていうのが、自分たちの正当性を表す根拠みたいになるんだと思ってるんでしょうね。だから、こういう儀式は大事なんですよ。儀式はないで、そこでね、もしかして人事も、人事も多少発表されるのかもしれませんね。誰をクビにしたってやつ、簡単に言えば。もう分かってますけどね、誰がクビになったかっていうのは。もう中央委員っていうのは、やっぱりあれなんですよ。そういう、共産党の最高峰なんですよ。で、これは、中国政府のではなくて、あくまでも共産党の中央委員会の会議なんですね。でそこからですね、みんな各自分の持ち場に帰ってですね、市長やってるやつは 市長として、市の共産党委員会のトップやってるやつははいっていうトップでみたいなことでやって、自分の持ち場に帰って自分の、やるべきことをやっていくということですね。まあちょっと分かりにくいでしょう。僕もよく分かりません。僕は形式的に分かってるだけなんですけどね。あ、それはそういう仕組みやろうということが。でももしかしたらここでですね、習近平の現状に対する理解度というものがですね、推し量れるかもわかりません。ものすごくトンチンカンなことが書いてあったらですね、まあもう分かってへんやろ、お前やっぱり経済音痴やろってバレてしまうわけですよ。で割と的確な原石なことが書いてあったら、ふーん、改革するつもりは何とかしようとするつもりはあんねんなということがわかります。まあそういったことがですね、25日頃ですから、今からですね、半月後ですか。半月後ぐらいには見えてきますと。まあ今日の段階はまず予告編みたいなもんですね。で、そういった内容をもうちょっと知りたいねんという方はこれ読んでください。ブルームバーグでございまして、海外投資家なぜ中国共産党三中総会を注視するのか。クイックトークというですね、記事がございまして、ブルームバーグです。今私、さらっと読んだんですけど、よくできてます。何が注目されててどうなるのか、ちょっと長いですよ。どうでしょう、5分はかからないと思いますけどね。これ、いい記事ですよ。まあ、それなりにわかると思います。だから、まあ、ちょっとですね、皆さんにもお知らせをしたいなと思いました。一応、このアドレスを貼っておきます。皆さん、どうもありがとうございました。